館長、オープンワールドは毎週一つの地図を選べるんだよ。アクティブ化しないと報酬を獲得できないからね。どうだどうだ、懐かしいでしょ。それの持ち主は覚えてる？どうしてここにあるかわかる？プレイグジェム。そうそう、心の中にある答えを言ってみて。村田姫子はもう死んだんだよ。おい、耳が悪くなったのか、それとも言葉がわからない、それか絶望して考えることをやめた。村田姫子は死んだ死んだ死んだんだよ。聞こえてる？何の反応もない。ちょっと冷たすぎるな。じゃあ、あんたたちが想像してた私はどんな風に反応する予定だったの？泣き崩れて嘘だって何度もわめいてた？それとも気が狂っておかしくなって自分を傷つけることで罪から逃げようとしてた？それなら失望させちゃったかもね。な、そんなはず。ああ、わかった。まだ我慢してるんだ。現実を受け入れようとしてないんでしょ。嘘だと思ってる？これが偽物だと思ってる？必死に落ち着こうとして何ともないふりをしてる？いいよ、これの力を思う存分味わってみるといい。逃げるな、隠れるな。これは大好きな先生が使った力だよ。知ってる？これを発見した時、虚数空間で寂しそうに浮いてたんだよ。おかしいね、シンクの装甲に埋め込まれてたはずなのに、彼女が持ってるはずなのに、一緒にいるはずの人はどこに行ったんだろうね。知ったこっちゃないけど。本当は分かってるはずだ。あの日彼女は死んだ。あなたに殺されたんだ。でもあの戦闘がなくても彼女の体はもう長く持たないと分かってたはず。彼女は普通の人間。虚数空間から逃げるどころか自分の存在を維持することすらできなかった。だがあなたはその事実を受け入れることを拒んだ。また誰かが助けてくれる。起こるはずのない奇跡を、許されない罪が許されると妄信してるんだ。どうして？おかしい。
こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかったよ。プレイグジェムはもっと力があったはずなのに。今だ。どこだ、どこに行った、大事なお客さんはどこに行った。あんたがどんな反応を望んでるかわからないけど、姫子先生が私に何をしてほしいか私にはわかるから。奪われた、奪われたよ。正義の味方のふりして人から物を奪うとは、泥棒、強盗、死刑だ。もういい、そんなにプレイグジェムが欲しいならあげるよ。ただし代価を支払ってもらう。なん、あなたは仲間になることを拒否したんだ。残念だけど、もう一人のお客さんを招待することにした。私たちの最初の標的は彼女だったけど、彼女を解放する過程はうまくいかなかった。あなたのせい、あなたのせいだ。口ではあんなことを言って強がってるけど、あなたは自分を騙せない。私たちがプレイグジェムを取り出した瞬間、あなたの心、あなたの魂は確かに嘆いた。彼女がその隙を見逃すわけない。そうでしょ。そうだ、あの時、あのオットーとかいう天命の主教もあなたに同じことをしたでしょ。彼女の意識を呼び覚まし、そしてジェムを渡す。それがどういう結果をもたらすか知ってる。あの時の最上演とでも思ってみて。さあ、出番が終わった役者はおとなしく退場するがいい。この後は次の演目で主役となる者の登場を歓迎しよう。歓迎するよ、空の律者シーリン。これは、ここはまだ支配劇場の中にいるの。でも人形の姿は見当たらない。意識を失う前、私は空の律者。鏡の中に何かが。やっぱりそういうことか。どうやらお前には何か分かったみたいだな。ホラの律者、久しぶりだな、私の容器よ。私はあんたの容器なんかじゃない。前回お前と会ったのはまだ天球史にいた頃だ。こんなに時間が経っているのに、お前のあがく姿は少しも変わっていない。キアナ、どこへ逃げるつもりだ。結局お前は痛みに負け、心の隙間の前で私の前でひれ伏すことになる。私はもうあの時の私じゃない。あんたに屈しない。
よく言う。お前が動揺していなければ私がここに現れることもこの体を支配することもないはずだろう。お前は私に直面することを恐れ拒否した。それこそお前が私を心の奥に隠した理由だ。しかし今お前は負けたのだ。私の鎖はすでに解き放たれた。もう誰も邪魔しに来ない。お前が今までしてきたその努力も全て無駄だ。どうして支配の力士を手伝うの？手伝う？あんな傀儡を私と一緒にするな。奴らは救いようもない敗者、悲しき虫けらだ。理解しがたい言葉をつぶやき、その一挙手一投足からはお前と似た弱者の気配がする。あんな奴らが勝手にやってきて私を助けるなんて言葉を口にする姿は実に面白かった。だが茶番を演じるチャンスくらいは与えてやらなくもない。だがまさか奴らが本当にお前を私の前に連れてくるとは予想外だったがな。本当のことを言うと失望した。お前は奴ら以下ということだ。私に陽気だと呼ばれたくない半身よ。前置きはこれで十分。自分の人生を振り返る最後の時間を大切にするとは。来い、ヒアナ。ここは私とお前の劇場。勝者のみが立てる舞台だ。おとなしく支配されるがいい。これはお前の逃れられない運命だ。なぜだ。その態度不愉快だ。私はお前の束縛を破りコアの主導権を奪った。全てはまるであの日の再演。あと少しで私はお前に取って代わりこの体の持ち主となる。そしてお前はひねりつぶされ虚無となり意識の欠片すら残らない。しかしなぜお前は少しも慌てず恐れず絶望しない。この日がいつかやってくるって分かってた。どんな封印も永遠に続くはずがない。決断する時間を先延ばしにしてきたに過ぎない。あんたと私いずれ決着をつける日がやってくる。私たちは水と油みたいに相入れない。譲歩も妥協もできない。和解の可能性がないならこういう形しかないんだ。勝った方が残って負けた方が消える。今さらお前に勝つ可能性があると思うのか。お前には無理だ。苦しい記憶も思い枷もお前は捨てられない。逃げたくとも泥沼の中にどんどんはまっていくだけだ。なぜならこの体はただの容器であり、その魂はあまりにも重い。お前では背負えないほどに。そして私は私のものを奪い返すまで。研究士で私はあんたから逃げられないってあんた言ったよね。その後私はずっとその言葉の意味を考えてた。あんたは誰、私は誰って答えをね。哲学的な話に付き合う暇はない。私は空の律者シーリン、そしてお前は実験体 K423。 分かりきったことだ。だから全て律者がしたこと、お前の責任ではないしお前のせいでもない。それはお前が仲間たちと慰め合うときに
いつも使う言葉だろ。違う。確かに認めようとしなかったのは事実。でもそれを受け入れてこそ、私は完全な魂になれて、あんたと対等に戦える可能性を手にできる。私はあんた。私たちはこの体に存在する二つの意識、シーリンの願いによって生まれた二つの存在。私もあんたもシーリンの延長だよ。何を言うかと思えば、今さら自分がシーリンだと名乗るのか。わけのわからないことを考えて頭がおかしくなったようだな。いいだろう、見せてもらおうじゃないか。お前がシーリンなら、お前はどうやってその願いを叶えて、彼女が壊せなかった世界を壊すんだ。そう、それこそあんたが今まで使ってきた手段だよ。あんたは自分のことをシーリンだと言って、悪意と憎しみを吐き出してきた。そういう方法で私と本物のシーリンを遮って、私が自分の正体を見つめる機会を妨害してきた。でもそれはあんたの願いであって、シーリンの願いじゃない。彼女の夢には激しい闇があったけど、温かい光もあった。複雑で矛盾した感情が彼女の中で入り混じって、なのにあんたは憎しみだけを見せた。ちょっと過去の記憶を見ただけで感情移入したのか。いいだろう、ちゃんと話し合おうじゃないか。希望、信頼、人類はそういう言葉を口にするのが好きだな。何度も嘘を繰り返すあの真面目そうな研究員たちは、希望という名のもとにシーリンを連れて行ったくせに、彼女を地獄に突き落とした。憎しみの種はあの時にすでに撒かれたんだ。シーリンが二度と他人を信じなくなったのは、人類自身に原因がある。でもそこで彼女はアブローラ、アガタ、それにベラと知り合った。これはシーリンがあの実験室で出会った友達の名前。彼女が最後まで心配してた名前だ。シーリンは彼女たちのことを忘れてなんかいない。崩壊はシーリンの心を引き裂いたけど、彼女たちの姿をシーリンの心から消すことはできなかった。彼女たちを思い出すたびにシーリンは悲しくなる。最後まで彼女はみんなとの再会を望んでた。しかし彼女たちをシーリンから奪ったのも人類だ。あの子供たちは皆バビロン実験室の犠牲となった。彼女たちは死んだ。もう二度と生き返らない。たとえ死の律者の力をもってしてもできないことだ。何もなくなったシーリンには復讐しかなかった。彼女は神から授かった力であの地獄を血で洗い、悪魔たちが受けるべき審判を下した。あそこには無実の人間もいたが、シーリンにはどうでもよかった。彼女は自身の痛みを遠慮なく他人に与えた。彼女はもう人類の仲間をやめたからだ。でもそんな時でも誰かが彼女を助けようとした。テレサのことか。彼女は綺麗事ばかりでシーリンの気持ちを理解しようとしなかった。それともジークフリートのことか。彼はただの弱虫、他人の言いなりになって優柔不断で何もできなかった。そう、頭数の一つとして数える価値すらない。セシリアに関してはシーリンに何らかの感情を抱いていたかもしれないが、憎しみの前で愛はあまりにも無力だ。世界は彼女を許さない。彼女もシーリンと戦うしかできなかった。彼女たちはシーリンを殺した。それがお前の言った助けだ。お前が口にした善意も理解もシーリンにとっては
一番の皮肉だ。あんたが何を言おうと、彼女たちは確かにシーリンの心にいた。果てしない暗闇の中でシーリンは終わらない夢を見てた。あんたにないがしろにされたぬくもりは、夢の中で彼女が最も手にしたいと願った宝物だった。生まれ変わって普通の人として友達を作って、平凡で幸せな家庭を手に入れることを彼女は願ってた。彼女は両親の愛情を、母親の声を、その腕に抱きしめられたぬくもりを欲しがってた。彼女は希望を、幸せを求め、セシリアから教わった言葉を何度も繰り返した。その全てはコアの記憶に刻み込まれ、時を超えてその最後の祈りを未来へと届けると、新しい意識を育んだ。それが私だよ。私はシーリンが願ったもう一つのチャンス。表と裏だって思ってもいいけど、人の心はそう単純なものじゃない。私たちはシーリンの願いから生まれた二つの魂、同じ木から生え違う方向へ伸びた二つの枝。私たちは彼女の感情と記憶を共有してるのに、全く違う道を選んだ。何があんたに影響を及ぼしたのかはわからない。実験の苦しみ、崩壊の扇動、それともコアに刻まれた憎しみ。あの断片的な記憶は私にとって温かい夢だけど、あんたにとっては耐え難い呪いだった。同じ記憶でも違う目から映れば違う景色になる。そうかもしれないね。お前が何なのか知らないし、気にもしない。私が生まれた意味は、全てを壊しこの世界に滅亡をもたらすことだ。人類はシーリンを苦しませ、彼女に全てを失わせた。だから彼女の怒りを受け止め、相応の代価を支払うべきだ。誰もその禍根からは逃れられない。憎しみの輪は永遠に終わらない。今のあんたは、あんたの嫌いな人類と同じ新たな苦しみを生み出してるだけだ。だがお前は私を止められない。数えてみるといい。家族、先生、友人、今までお前のせいでどれほどの人がこの終わらない悪夢に巻き込まれた。彼女たちは帰る場所を失い、命を失う者すらいた。そしてお前はただそれを見ることしかできず、何もできなかった。ああそうだ、こいつもいたんだったな。忘れたとは言わせない。お前のせいで死んだんだから。たとえお前もシーリンだとして、それが何だと言うんだ。お前には私に対抗する執念がない。ほら、コアが選んだのはこの私だ。なぜとどめを刺さない。どうせ一度は殺したんだ。お前にとっては造作もないことだろ。そいつはあんたが作った幻影に過ぎない。どうやらここは支配劇場じゃなく、私たちの意識空間なんだね。それなら
私にも同じことができるはずだよ。何を企んでいる？今まで、イチャコアが私を拒んでいたんじゃなくて、私がコアを拒んでいた。過去の残響が怖かった。あんたと一つになる事実を受け入れることが怖かった。向き合おうと決心したのに、心の中で無意識に逃げてた。でもそんな弱さも、今日までだよ。私は向き合おうとしなかった過去、封印した記憶、そしてあんたにまつわる人生にちゃんと向き合う。それらを乗り越えて本当の自分を受け入れる。培養層番号 K423。 そう、ここだよ。ここが私の起源、私たちの起源だよ。シーリンは命の最後にやり直したいと違う始まりを願った。その願いから私たちは生まれた。生まれた？美化が上手だな。これがあの男の汚らわしい罪だと忘れたのか？かわいそうなシーリン、死んだ後も安らかに眠れなかった。人類は彼女の遺体を奪い、そのコアを分割し、彼女が存在した痕跡を実験台の数字にした。奴がお前と私を作ったのも、その欲望を満たすためだ。自分の目的を果たすために、お前の周りの人たちを操ってもてあそんでいた。でも止めようとしてくれた人もいた。あのバカバカしい計画を、悲劇が再び起きることを止めようとした人たちがいたんだ。彼らの選択が最初の変化をもたらした。呪霊に気づかれないようにしてくれよ。彼女を助けた後、彼女はどこに行くの？ネゲントロピーの人間が彼女を引き取るさ。私たちと一緒に来れないの？彼女に会いに行くことはできる。じゃあ、なんて呼べばいいかな？名前は？ちゃんとそっくりだから、妹だって思っていい？どうだろうな。ジークフリート、またこの男だ。お前という偽物を助けるために、彼は本当の娘を失った。皮肉だな。彼は幸せな家庭を、人生を持っていたのに、シーリンとお前は彼にとって最も大事な二人を奪った。私はその罪悪感からこの記憶に向き合おうとしなかった。そして私の弱さはあんたにチャンスを作った。でもあの人たちがくれた善意を私は忘れたくないし、忘れるべきでもなかった。私は K423、 天命が作った律者実験体。あの時の私は真っ白で、この世界に対して何も知らなかった。でもあの人たちが危険を冒して私を助けに来てくれたからこそ、私は誰かに認められる人類になれた。それが全ての原点だよ。ふん、バカバカしい。そんなにこの培養層が好きなら、ここをお前の墓にするのはどうだ？
誕生の話をしたから、その後の話も見てみようじゃないか。ああ、懐かしい景色だな。ここを覚えているか？東シベリア、2010年。私が初めて覚醒し、この体を支配した日だ。あの男が娘を失った後、お前を渡すことを拒み、お前を連れてここに隠れた。ネゲントロピーも天命もお前を探していた。彼らは突撃隊を派遣したが、残念ながらお前に気づかれた。その後、何があったか、お前は決して忘れない。そうだろ？あんたは私の中で、私の孤独と恐怖を養分にしてた。私が一番弱ってる時に、あんたはその隙を狙って体を奪った。ああ、私はこの人間たちを全員殺したんだ。あのバルキリーたち、あまりにもしつこいから殺した。あの隊長、私を攻撃することもできたが、お前が子供だということに気づいたとき、彼女は迷った。その結果、命を落とした。それとお前の父親、あの男はベラとシーリンに害を与えたから、私は迷わず彼の腕を切り落とし、炎の反税を受けた彼を放置した。彼はあの剣で私たちを殺せたのに、そうしなかった。できなかったんだ。お前を娘として見ていたから。全部お前のせいだ。恥ずかしいと思わないのか？平凡？幸せ？愛？お前にそんな資格はない。お前は悲劇だけを生み落とすからだ。この雪原で起きたことのように。最初からやり直す。なぜそんな甘い考えを持つ。世界はお前に悪意だけを見せる。なぜならお前の存在こそが世界への脅威だからだ。するのはお前を守るためだ。許してくれ、キアナ。どこに行くの？嫌だ、行かないで。キアナ、約束しただろ。カスラナ家の戦士は全てを犠牲にしてでも誰かを守ると。お前ならきっと俺よりうまくやれると信じてる。お前は彼女に負けない、絶対にだ。だってお前は俺の娘なんだから。パパは最後まで私を娘だと思ってくれた。あんたの存在を知ってるのに私に名前をくれた。戦うことと自分の力で最愛の人を守ることを教えてくれた。私から距離を取ったのも私を守るためだった。あんたはパパを憎んでるから、近づくことで覚醒するきっかけになると気づいてたんだ。だからパパは私を友達に託して陰で私を守ってた。今思い返せば最初の流浪生活も
きっとパパが守ってくれてたはずだよ。それからメイ先輩やブローニャと出会ってセーフレイヤーに来て、テレサ、委員長、姫子先生に出会った。そして美しい世界を守るために戦うと誓った。パパがいなかったら今の私もいない。それにパパとの約束もあるから、絶対にあんたには負けない。セイフレイヤ、その全てを壊したのはお前じゃないか。そうだ、そろそろこの話に入ろう。お前の最も苦しい思い出、受け入れられない事実。ここを覚えているか？ああ、忘れるわけがないな。10分後、彼女は死んでしまう。お前はいつもこの話題から逃げようとする。人形の前でもそうだったし、今もそう。だがお前は分かっている。あの時、私は確実に彼女を殺した。ああ、いいことを思いついた。ここで彼女を怪我させれば、彼女は前線に出ることなく、犠牲になることもない。お前も満足する。どうだ？私は優しいな。そうはさせない。ただの記憶の中の話で現実が変わることはないというのに、本気になってどうする。お前の望み通り、彼女はまた戦場に行き、全力をかけて何の意味もなく死んで敗者になる。姫子先生は敗者なんかじゃない。じゃあ彼女が何を救ったのか言ってみろ。彼女が死んだ後、セーフレイヤーはバラバラとなって、学園からは人が去り、名前だけが残った。ライデン・メイはお前を裏切った。ブローニャもお前から離れることになる。違う、彼女たちは私を助けてくれた。姫子先生は私を助けてくれたんだ。彼女はお前に呪いをかけた。この全てを終わらせるチャンスはあった。そうだろ、あの日炎に包まれた天球師で、お前は銃で命を終わらせようとした。トリガーを引くことはできたが、お前はそうしなかった。なぜなら、お前は生き延びようとしたから。あの女が生きろと言ったからだ。一生続く自責の念と罪悪感を覚えながら、それこそがお前が私から永遠に逃れられない理由だ。彼女はお前を救ったが、
お前の心に呪いをかけた。それは永遠に癒えない傷、永遠に拭い去ることのできない後悔だ。彼女の執念はここにある。そろそろ決着をつける時だ。フレイグジェム、懐かしい感触だ。シーリンは6つのジェムを持っていたが、今はその半分しか残っていない。だがそれもさまつなこと、私が全部奪い返してやる。私はあんたを止める。お前にはできない。一つ教えてやろう。さっき見た階層の中で私に殺されたあの突撃隊の隊長のことを覚えているか。彼女の名前はラグンだ。天命のバルキリー教官、村田姫子の先生だ。お前は彼女を死なせ、突撃隊を壊滅させた。偶然作戦に参加していなかった姫子だけが生き残った。しかし彼女は帰る場所を、先生と仲間を失った。居場所を失った彼女は本部から離れ、遠い極東に行くことになる。皮肉なことに、そこで彼女はまたお前に出会った。私たちにそんな記憶はない。あんたがそんなことを知ってるわけがない。しかしこれにはわかる。彼女の迷い、苦しみ、あがきはその最後で走馬灯のように現れ、プレイグジェムに細かく記録された。見ろ、彼女の運命は完全にお前にもてあそばれた。お前が彼女の人生を変え、彼女に死を与えた。まさに茶番だ。村田姫子、彼女こそが最高の証明じゃないか。お前が思うヒーロー、理想の殉道者だ。彼女は自分自身を燃やし、希望をお前に押し付けた。そしてお前は罪を償うために生きる屍となった。あんたはただ彼女を憎んでるだけだ。いや、キアナ、私はこの半年間お前の目を通して、お前の一挙手一投足、お前の体験した全て、喪失、離別、繰り返す失敗を見てきた。お前は全身全霊で赤の他人を助け続け、命を落とし、友とも離れ離れとなった。その結果お前は人間どもに恐れられ、仲間外れにされ、後ろ指を刺されてしまう。奴らはお前を受け入れなかった。お前の力を恐れているんだ。だから徒党を組んでお前を仲間外れにし、お前に責任感を植え付けた。そうすることで安心してお前に守ってもらえるのだ。お前に救われた人たちはこれからも次から次へとやってくる悪意に押しつぶされ、しまいには自分の不幸をお前のせいにすることもあるだろう。そしてお前をヒーローだともてはやす人たちは、偽りの仮面をかぶり、ただお前を利用してお前に近づき、お前を壊そうとする。お前に感謝していた人のことを覚えているか。確かソルトレイク基地のスタッフだったな。彼女もクグツの一員だ。彼女がネゲントロピーの情報を漏らしたせいで、律者は二度も簡単にネゲントロピーの基地に侵入することができた。それが村田姫子が命を犠牲に手にした結果だ。お前は永遠に奴らを救えない。なぜなら奴らは救われたいと思っていないからだ。
この劇場にいる人たちはみんなそうだ。そしてこの劇場の外の世界も相変わらずそう。テレサ、ジークフリート、セシリア、みんなそうだった。彼女たちの全員は別の悪意に踏みつぶされ、一生をかけた努力は一夜のうちに蹂躙され、信じてきた理想も価値のないものとなった。そんな世界を前にして、お前はまだ美しい世界を守るために戦うなんて言えるのか？私は信じることにする。口だけの偽善者め。私はいろんな人の夢を見てきた。律者のコアに残された意識の残響、記憶のかけら、彼らの人生、喜びと悲しみ、私には全部感じられる。誰しも苦しい思い出は持ってるし、窮地に立たされて絶望を感じることもある。けどその後、彼らは必死に立ち上がって、傷だらけでも生きようと頑張ってきた。善と悪はまるで私とあんたみたい。誰の心にも存在して、同じコインの両面、離れることのない光と影みたいなもの。確かにあんたの言った通り、世界は美しくない。だから人々は美しいものを心から望む。それが私の理由だよ。善と悪が共存するからこそ、悲劇を乗り越える明日を作るため、必死に努力しないといけない。誰にでも世界をより美しくする機会があると私は信じてる。善意を持つ人はこうやって現れ、受け継がれていく。たとえ自分の結末は美しいと言えなくても、恥ずかしくはない、堂々とした人生だよ。私の周りにはそういう人がたくさんいる。彼女たちがそうしたから私はここにいる。だから私は彼女の理想を、彼女たちが守ってきたものを信じたい。私がここにいる限り、彼女たちが燃やした魂は永遠に消えない。善は信念が必要なものだが、悪には必要ない。そう、だからこそあんたやあの支配の律者はこの信念の強さを甘く見てた。これではっきりしたようだな。私たちが相入れる余地はなく、互いを理解する可能性もない。珍しいな、私たちの意見が一致するとは。もはや会話を続ける必要はない。お前と私、一人しか残れないんだ。あんたはもう怖くない。さあ来て。全力で意味のないあがきをするといい。今こそ裁きの時。残念だ。先ほどお前がそいつを倒すことができていたら、敵は一体減っていたのに。どうしたんだベナレス、なぜ攻撃しない？まだわからないの？なんだと？ベナレス、ベラはシーリンの友達。彼女はシーリンが幸せになってほしいと心から願ってた。私たちはシーリン、彼女の願いから生まれた意識で、シーリンの可能性なの。ただ私たちは違う道を選んだだけ。あんたの心にあるのは世界を壊す欲望のみ。でも私は自分の信じたいものを守りたいと思ってる。ベラにとって私とあんた、どっちの方がシーリンのなりたい姿だと思う？ベナレスがお前を選んだとでも言いたいのか？彼女は私たちに戦ってほしくない。彼女
しみを捨てて幸せになってほしいと思ってるんだよ。彼女が選んだのは彼女が見たいシーリンなんだ。私の舞台だ。私の命令に従わない奴に存在する資格などない。消えろ裏切り者。デナレス裏切り者を味方にしたからって勝利した気になっていないだろうな。どうやらお前は自分の使っている力がどこから来ているのか忘れたみたいだ。調子に乗るなよ虫けら。お前に奪われた力そろそろ返してもらう。え？これでいい。空の律者の力はもともと私のものだ。お前は借りたものを使っていただけに過ぎない。まさか思い通りに使えていたから自分の力だと思っていたか。さあ正々堂々と決着をつけようじゃないか。これが私たちの力の差だ。粉々に潰される前におとなしく自分の負けを認めろ。そしたら私も情けをかけ痛みのない死を与えてやらなくもない。いや私は絶対にあんたに負けない。笑わせる。私にそんな口を聞くとは。その勇気一体どこから湧いてくるんだ。お前の仲間はまだ傀儡の相手をしている。誰もお前の助けには来ない。コアの力は全て私の手中にあり、お前が意識空間に与えられる影響もどんどん小さくなりつつある。あと少しで全ては私のものとなるだろう。よく見るがいい。お前にはもう何もないんだ。これ以上もがいて何の意味がある。確かにあんたの言った通り、今の私には力がないし全部無駄かもしれない。あんたと戦うどころかこうして立ってるだけで精一杯だしね。でも倒れるたび苦しくてもう諦めようと思うたびに、どうしてかいろんなことを思い出しちゃうの。焦げたピザトースト、辛くないパプリカカレー、三人前のパフェ。
女の最後の授業。私を助けてくれて、導いてくれて、善意を向けてくれた人たちを思い出すの。彼女たちの笑顔、感謝、未来への希望。彼女たちが私に差し伸べてくれた手、私にくれた光、それを思い出すと、どうしても諦めるなんて言えない。今まで私はたくさんのものをもらった。勇気、祝福、希望、美しい記憶、全部ここにあって、重くて私にぬくもりをくれる。だから私は何もないわけじゃないんだ。なんだと？私は今まで私がもらったものを他の人たちにも届けないと。空の律者のコアは私の支配下にあるはずだ。もっと多くの人たちに届けたいから、ここで倒れるわけにはいかない。いや待て、これはプレイグジェムの力。私は彼女の理想を、彼女たちの理想を背負って進み続ける。なぜプレイグジェムがお前を認めた？あの女が使ったからか。さあ、どうせプレイグジェムは最初からあんたのものじゃない。審判の時は来た。残った意識のかけらのくせになぜ反抗する？死んだくせになぜまた私の邪魔をする？彼女は抗争を一度もやめたことがない。これが彼女の炎、彼女の色だ。なぜな、なぜお前は私に勝てると思うんだ？お前が善のシーリンで私が悪のシーリンだからか？そんなものは最初から存在しない。私が善を選んで、あんたが悪を選んだだけだ。終わった。ああ、終わったのか。ジェムの力がお前へと流れていく。私を捨ててお前を選んだんだ。どうやらお前の信念の方が勝ったというわけだ。この力をちゃんと使いこなすよ。勝手にしろ。私が消えたらお前は楽になるだろう。私はあんたが犯した罪を背負う。それが私の責任だから。それはお前が決めたことだ。私に伝える必要はない。何も知らないまま生きることも、無実の実験体として死ぬこともできたのに、
お前はこの道を選んだ。シーリンの手に染みついた鮮血、彼女の悲しみと絶望、人類全員が向き合う善と悪の矛盾。努力する。この世界に二度とシーリンが生まれないように。もういい、お前の同情はいらない。勝者が残って敗者が消える、そういうルールだ。異論などない。さよなら、空の律者。さよなら、もう一人のシーリン。お前の考えに賛同はしない。だが、お前の勝ちだ。お前の道を歩むといい。そうだろう。できるだけ最後まであがいてみせろ。